太ってる？太ってますね。太ってますか？太ってる？太ってますね。太ってます。はい、今日もやっていきたいと思いますね。今日久しぶりに5%いるんで、5%をね、ドクター T がね治療していきたいと思います。大丈夫ですね。ギョイ大丈夫ですね。いいね。そうね、迷いがないギョイが俺は好きなんだよ。お前の。本当ですか？わかる。もう他の全然ダメ。あ、はい、あ、ギョイみたいな。そんな感じ。もう遅いですよね。めっちゃくちゃ遅い。しかも 5% 分かってないらしいですよ。え、ギョイ。そうだろ。はい、メロン請求書です。請求書です。やばい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 。こうじゃないの、こうじゃないの、こんな感じ、こんな感じ。クワバラクワバラクワバラ。そんなこと言ってどうなる。で今日ね、まだやること決まってません。まだ決まってないんですか？うん、どうするんですか？なので、まあ彼のやりたいことやっていきたいと思います。はい、ということで、はい、やりたいことなんだよ。はい、やりたいこと。ハイバックをお願いします。ちゃんと言えよ、お前。お前ちゃんと言えよ、お前。ハイバックを教えていただきたいです。ハイバック、ありました。禁断のハイバック、禁断の。これ結構みんななんか要望ありましたよね。いや、あるんだけどさ、じゃあ逆に聞くよね。はい、お前も一応さ、今いろいろ、まあいろんな選手見てるじゃん。はい、彼が、はい、この 5% がハイバックを覚えて、はい、ハイバックが少し良くなりましたと。はい、これがもうハイバックに頼って頼って頼ったらどうなる、結果的に。いや、僕的にハイバック使う前に足使ってラウンドで入るっていう。ああね、それでしょ。本当ですか？それが本当の基礎中の基礎じゃん。はい、なんだけど、ここで俺がハイバックを教えることによって、まあちっちゃい子供とか見るよね。見ますね。今まで頑張ってラウンド入ったところをさ、ちょっとやってみようかなみたいな、タオケンやってたしみたいな、はい、やってみようかな、やってみようかな。その率的に、今までラウンドで入った率は高いんだけど、ハイバックに頼っちゃう傾向に走ることが怖いから、まあ、今まで上げてませんでした、ハイバック。わかります。でもね、まあ、もう、タオケン、ドクター T なので、まあ、お客さんがね、こう、何、ここ治療してくださいって言ったら、もう、選べないので、まあ、ということで、ハイバックやりたいと思います。皆さん、ポパに感謝してください。行きましょう。ということでね、今日ハイバックやっていきたいと思います。イエーイ。はい、行きましょう。はい、行きましょう。はい、ということでね、今日ハイバックやっていきたいと思いますね。ハイバックこれ、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 これね、これね、かなり簡単ですけど、これ5パーでやってもらいたいと思います。はい、5パーやってみて。いや、ストップ。はい、もう一回。はい、基本的にね、ハイバックね。あのね、はい、止まって。基本的に重要なのはタイミング。こういうんで。タイミング。タイミングと、後ろで打たないことね。ここで打ったら全く飛びません。当たり前ですけど。ここでできるだけ打つこと。ね。で、今の彼の見てたら、ここで打ってるね。でなおかつタイミングが合ってない。ね。まあ、変な話。変な話。最悪な状態です。最悪な状態。ね。これをどうやって、まあ、当てるようにやっていくかっていうと、基本的にハイバックね、こっからラケットきますね。こっからラケットが来てこういう風に打つと。理想はこういう風に、ここで打つと。ね。ここで打つと。ね、ここの幅ありますね。こっからここまで。ね、
その幅をまずなくしましょう。わかりますね。ここからここまで行く間にどうしてもラケットがブレちゃう。ラケットがどうしてもブレちゃう。で、そこの感覚のスピードの詰め方がよく分かってない。ね、5パー今見てて。なので、はい、まず1つ目、ラケットこのまま出しましょう。で、ラケット出して、別に飛ぶ飛ばないはいいから、ちょっと待って。ラケットを出して、このまま打つ。ラケットを出して、このまま打つ。ラケットを出して、このまま。これでまずここの、ここで、まあ、ここで出してたら、ここで打つため、打つわけだから、ここで打つことはまずもう、ま、絶対ない。ここで出して、ここで打ったら絶対ダメだから。ね。ここで出して、このままこう打つ。ね、ここタイミング。まずタイミング測る。うん。これ。ミスをしないよ。はい、やってみて。違う違う。なんでこうしてさ、なんでこうして、ここで打つの？ここで打って、ここで。はい。出して、ラケット。そうそうそう。ラケット出して。ラケット出して。ラケット出して。そうそう。で、タイミングで、タイミングで弾く。後ろに。引かないよ、ラケット引かない。そうそうそう。ね。まずはここから。まずはここから。こういう風に出す。ね。これができるようになってきたら、ここのね、最初のこの、ね、ラケットを出す位置、少しずーつ修練していきましょう。ね、今はここから。ここから。ここから。ね、それができるようになってきたら、少しここから。ここから。ここから。ちょっとね。ここから。ね。ここから。ね。これができるようになってきたら、またさらにこれ下げましょう。ここから。ね。ここから。今タイミングなんで。タイミングでシャドウ打つ位置ね。そこが重要なんで。ね。タイミング。で、これができるようになって、最終的に、引いて、打つと。ね。引いて、打つと。もうちょっと後ろ。引いて、打つと。ね、こういう風に、こういう風な感じになってくるので、ここね、少しずつ、少しずつ、簡単の方から逆算していきましょう。ね、難しい方からいきなりこれをずっとやってても上手くなりません。ね、いきなりここから、これかなり難しいです。この距離。この距離を、あっち見えないわけだから。あっちが見えない状態でこの距離をうまく測りながら、なおかつタイミングが、何？タイミングを、後ろで打たないで、ここで打つために、やるためにかなり難しいです、これ。なので、まずは簡単な方法から。ここから少しずつ下げて。大丈夫？わかる？うん。このやり方をやってください。これかなりおすすめします。で、ハイバックは基本的に、なんつうの？この、まあ、あっちに向かって打つときに、ここで打とうが、ここで打とうが僕いいと思います。どこで打っても、うん、ちょっと後ろ行ってね、こうやって打点が高い方ね、これ打点が高い方で、打点を低くするとこれ打点が低いね、ね、バレこっちでも、こっちでも僕は大丈夫だと思います。自分がタイミングが測れる、やってくれたらいいかなっていうふうに思います。大丈夫ですね。大丈夫？はい。分かった？はい、もう一回ここから。引かないで。そう、ミスしないように。まずミスしない。そうそうそう。そうそうそう。そうそう。ね。これでミス減るよね。減るでしょ。はい。これでミスが減るっていうことは、まあ今はね、やり方一つ教えますけど、まあリストのね、
リスク回避の部分ね、リスク回避の部分一つだけ教えてあげたので、ね、こういうふうにミスが減ると。できるようになったらちょっとずつ引いていく、ちょっとずつ引いていく、ちょっとずつ引いていく、その同じ流れでクロスに返す、返すときに後ろ次打ってる人がもっと前で、体の前で、そうほらできるようになった、そうまだ遠い、まだできない、それができない、そう、ラケットをセットしてから、ラケットをセットしてから出す、そう、いいんじゃない、そう、いいんじゃない、ね、これね、でも彼ね、まあね、これなんで今みたいにうまく綺麗に入ってるか、まだ彼理解してません、うん、あるね、ね、なんでかというと、ね、彼の悪いところを診断して、ね、なおかつそこで、なんていうのかな、こう、帰ったらいいんだろう。まあ、いつも言うけど、魔法にかけてる状態なので。出して、そう。で、基本的にタコケンよく言う、こうね、出して、打つ。出して、それに合わせる。この動きが、どこのショットも共通することなんで、かなり重要。ね、でも本当に気をつけてほしいのが、やっぱりこれ多分ご本人もそうだと思うんですけど、これができるようになると、これを使いたがるので、うん。絶対ね、今、まあ、少し球に綺麗に入ってますけど、絶対ラウンドよりはまだクオリティが低いことはもう絶対なので、うん、そこの部分をね、こう、まあ、見てる子供たち、で、見てるお父さんお母さん、うん、いた場合、やっぱそこね、できるだけ、親御さんが、ね、コントロールしてあげれるように、やってもらえたらいいかなっていうふうに思います。本当にね、みんな、こう、ハイバックってなってくると、すごい心配なので。うん。で、やっぱこうやって動画出してると、やっぱり今のいろんな人見るじゃん。そうでしょ？はい。ってなってくると、やっぱり責任があるので、うん。タオケンが言ってたじゃん。こうやっていなよって言ってたじゃん。ね。でもそこを、タオケンはちゃんとこうやってこうも言ってたよっていう風なのを伝えてもらえると、うん。いいかなっていう風に思いますね。なので、まずハイバックがまずできない人、まずこのドロップから、しっかり正面に入れるように、そこからね、後ろにクリアだったり、ね、後ろにスマッシュだったり、ね、なのを入れていけたらいいかなって思います。まずはこれをミスしないように。うん、不思議でしょ？不思議ですね。不思議でしょ？はい。彼、もう自分で上手いと思っちゃってるからね。でも、ここ、ずっとミスしてないですね、今。ね、だからずっと言ってますけどね、シャトルって動いてきますね、絶対シャトルがこういう風に向いてくるね、シャトル動いてくるね、それにラケットが一緒にこうね、交わる時に合わせるとかなり難しい、彼の最初のやり方はそれだった、だから全然合わない、うん、このバッテンの部分でね、上手い人はそこの合わせ方が上手いけど、うん、基本的にそこの合わせ方が実際うまくできてないと最初みたいにミスするとか、こっち向けて、なので最初にもうここでね、ラケットの部分その出す部分ですね、出してそこから打つっていう部分ですね、シャトルを迎えられるように、うん、シャトルが動いてくるの絶対なので、それをしっかり迎えられるようにしっかり止めとくと、そこに対してシャトルを迎えると、そうするとミスが出ない、うん、意味わかるね、はい、大丈夫です、ね、そこの部分かなり重要なの、うん、でもさっきも言いましたけど、ハイバックやっぱり怖いのが何だろうその頼っちゃうところなので、そこはやめてほしいなっていうふうに思いますね。
どう？さっきよりだいぶ入るようになりました。いや俺に言うなよちょっとの時間ですけど、やっぱり動かさないで当分確実にシャトルに当てられてるような感じです。はい、この流れで僕決めました。タオケンしてもらいます。あー、俺がね、no, no, no, no. やっちゃう、やっちゃう。で、もちろんね、実力がジョーの方が全然上なので、俺前でいいですか。ジョーをあのサーブの方にしてね、ジョーこの間、ジョーこの間負けてますので、クリロナにね、負けました ね、なので、ちょっとね、二人でやってもらいたいと思います。リベンジします。大丈夫ですね。ジャンプして、ジャンプしたら飛びます。大丈夫、大丈夫。はい、ジョイ。全然ダメ。話なんだ。ラバラ、ラバラ。癖でも、もうね、もう。え、どう？成功失敗？成功です。だってお前最初なんか、とんでもないこと知らなかった。ほんと、怒られました。怒られましたね。バレーボールかと思った。バレーボール、なんか、ボーンとしてんの？ということでやってもらいたいと思います。はい、行きましょう。